村長ミュージックスタジオ。はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はですね、コードの追従とユージャムベーシスト2、これをうまく使ってですね、便利な DTM のご紹介をしたいと思います。今日使うソフトはスタジオ1という DTM のソフトなんですけれども、他にも有名なキューベース、これもですね、僕も細かくはわからないんですけれども、同じような機能があると思いますので、どちらも多分プロバージョンでしか無理だと思うんですけれども、そういう機能を少し解説したいと思います。はい、今ここにこんな黄色い枠があるんですけど、これちょっと一旦消しますね。鉛筆マークに持ち替えて、ここに半小節分のこういうエリアを作ります。それで今度はこの下側なんですね、いろんな入れ方があると思うんですけれども、ドミソの和音を一つ入れてみたいと思います。音符は半小節分ですので、ここでですね、鉛筆のマークに持ち替えて1、2、3、はい、これで、ドミソが入ったわけです。ドミソの入れ方はいろんな入れ方がありますが、ステップ入力という方法ででもできます。一旦これを消してしまいます。ステップ入力というのは上にこんな階段のマークがあるんですけれども、これですればですね、僕がこのコンピューターにはキーボードもつながっています。このキーボードでですね、先頭のところ、ここから音符は2分の1ですね。2分の1。そして、ドミソの和音を弾きます。こうやってですね、一発で音を入れてしまうこともできます。簡単なドミソの和音です。それをですね、今、上にはサンプルとして松田聖子さんの歌ですね、これをサンプルにセットしてあります。そしてこのドミソの和音を複製していきます。曲の長さ分複製するわけですね。このソフトの場合 Dのキーでデュプリケートということで複製ができます。こんな感じで今ドミソの和音がたくさん入りました。あらかじめ上の方のトラックのところには、これコードトラックと言いまして、今日お話の要になるんですけれども、ここにはこのコード進行を入れてあります。もう最近の DTM はこのコードトラックにさえ入れてしまえば、あとは本当にいろんなことが簡単にできます。この今の黄色のトラックを左の端にあるコードに従うっていうのを、今日はパラレルというので設定します。パラレルというのは平行移動ということです。ギターで言えばカポをつけたかのように平行移動する機能です。そして一応メジャーとマイナー、これは自動判別するんですけれども、中にはですね、それだけでは済まないこのセブンスコード、主要3和音じゃなくてですね、テンションというのが追加、そういうような和音は、僕の知っている限りスタジオ1ではその機能はいろいろです。でも、ここでコードに従うを一度パラレルにしてみましょう。よく見ててください。はい。こんな風にですね、自動でコードが変換されました。今、
カラーをこんな音程ごとに変えてありますので余計わからなくなりますので、はい、ちょっとこう戻しますね。そうすればこのトラックには僕が大好きなユージャムのベースソフトが入っています。このベースソフトを使えば一気にですね、もうこれでベースが入ったようなものです。ちょっと聞いてみましょう。ベース入れます。ベースのパターンもいろいろ変えてみます。この左の領域、そして真ん中の領域、ここを変えることでどんどん変えることができます。もっと複雑なパターンもここでフレーズというのを選ぶだけでいろいろ変わっていきます。はい、僕はこの音が気に入りました。1の領域のミの音です。それが決まりましたら1の領域のミの音、これですね。ここにですね、はじめに、まあ適当な長さでですね、これを入れておいたらいいんですが、こういうのを入れたら、今僕ミの音に入れたのに、勝手にファの音になってしまいましたね。これは、コードに追従となっているからですね、ミの音を入れても自動的にこれが変わってしまったんです。こういう時はどうしたらいいかと言いましたら、はい。このスタジオワンが自動的にコードを追従させてくれたこの音符をですね、こうやって全部囲んでしまいます。選択してしまうんですね。そして、このアクションというところに機能がありまして、ピッチをフリーズというふうにして、この音程を固定してしまいます。そして、先ほどやりましたコードに従うという、これをもう一度オフにするんですね。オフにしてもこれが変わりません。先ほどピッチをフリーズという機能でやったからです。そしたら先ほどのミの音がここに戻ってきています。
この以降はいくらこのように変えても自分の置きたいところに置けるということになります。そしたらこれでビュージャムを使ってベースを入れれたことになります。もう一度ちょっとだけ聞いていただきましょう。どうでしょう、簡単ですよね。この簡単さが気に入って僕はユージャムのソフトを約1万数千円のソフトを7本も買ってしまいました。ということで、ベースもいろんな種類があったりしてギターも同じような形で、すぐ作れる そういうソフトです。これがまず今回の1個目、のお話です。次なんですけれども、こういう入れ方じゃなくって、これは今はコードから自動的にユージャムのベーシストが勝手にですね、勝手にと言ったらおかしいですね、指定して、そのフレーズを弾かせたんですけれども、今度はもっと複雑なことがしたいがゆえに、この好きなミディをですね、ここに入れてしまおうということです。引っ張っていってすると、先ほどの和音じゃなくってここにはもう音符が入っています。こうやってリズムが刻まれているわけですね。そしてじゃあこれをまた同じように、複製します。先ほど作った上のトラックはミュートしておきます。今はコードに合ってませんから、先ほどと同じようにコードに追従させます。じゃあこの状態で一度聞いてみます。聞いてみるときにポイントがありまして、こういう入れ方をしたときはこの上のモードを先ほどのプレイヤーモードからインストゥルメントモードにするというのがミソです。これを間違うとうまく再現できません。ちょっと聞いていただきましょう。これをソロにして聞いていただきます。はい、こんな感じにですね、なっておるんですけれども、歌にはですねおかずというのが必要です。例えばはい、ないさとこう歌が入った時にちょっとかっこいい、まあフィールインとでも言いましょうか、トランジションと言いましょうか、次のコードに行くときにですねメロディーが欲しい場合があります。そういうときはここにですねちょっとこんな感じで、はい、こういう今のトゥ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 、こういうのがいいなと思いましたら、ここでですね選択する上のところにこう日本線が入ったようなのがあるんですね。これをまたこちらの方にドラッグして持ってきます。
こういうようなフレーズが入れることになります。今ベースになってますが、これをちょっとパラレルというのに変えて、それの方がいいかどうかちょっと確認します。まあこれ方がいいか、もう一つコードの追従機能にはナローという機能もあります。ナローの機能でやると、まあこれも悪くはないですね。もう一度パラレルに戻して、はい、あでもパラレルが気に入りましたので、こういう感じで、入れていきます。このようにして UJAM にはインストゥルメントモードがあります。それを使うんですけれども、おおむね出来上がったらこれをですね、こうやって選択して、先ほどと同じようにもう追従しなくてもいいようにピッチをフリーズしておきます。そして、こちらのコードに従うも一旦なしにします。まあ、こんなやり方でですね、追従させたり、そしてまた戻したりしながらですね、フレーズを変えて戻した後はですね、さらに編集を加えると、例えばここ、タンタトゥトゥントゥ、これをですね、こんな感じに上げて、はい、こういういろんな編集をしながらですね、おおむねできてますから、もうそんなに難しくなくですね、編集ができると、こういうふうになっています。ぜひともですね、コードの追従機能と、まあ、UJAM だけの話ではなくて、この追従機能というのをうまく使っていただいたら、実際に入力するそういうフレーズは一小節だけ、その一小節だけをコピーして、そして追従させたり、またフリーズさせて、どんどんオリジナリティを出していく、そういうような UJAM の二通りの使い方、簡単にコードからフレーズを生み出す、もしくはもう一つは、たくさんあるフレーズをそのままMIDIとして扱って、そのMIDIをまたコードによって、音程の高さを自動で作り出して、その後また細かいところは編集していく、こんな二通りのやり方が UJAM のこのベーシストシリーズではできると思いますので、皆さん挑戦してみてください。 UJAM は、音色ですね、音色がとってもたくさん作れます。この左はピックアップで、もっと硬い音にしようと思ったらブリッジ寄りに、ちょっとこんな歪み系とかですね、もっと面白い音にするときは、ここにフィニッシャーという、そういう面白いエフェクトもあります。今動かしているのはオクターバーです。こうやって、いろんな音作りもできます。ぜひとも
楽しい楽しいユージャム、村長は大好きです。皆さん一度挑戦してみてください。村長でした。